い、というわけで今日は星名正幸ですね。時代でいうと江戸時代の初期になりますね。徳川三代将軍の家光と四代家綱を補佐したという形になります。で、会津の松平家初代藩主という感じですね。で、江戸初期の三名君って呼ばれたぐらいの名君だったっていう人です。三名君のもう一人挙げとくと一番分かりやすいので水戸黄門さんですよね。で、どんなことしたかっていうと、まあ、ざっくり言うと幕政を担い数々の改革を実行、武断政治から文治政治への転換を推進し、多くの制度を改正し江戸幕府の基礎を築き上げたという人です。この武断政治ってちょっと難しい字かもしれないんですけども、もともと戦国時代っていうのがどうしてもこう戦いの中で領土を広げていくっていう部分があるので、こう戦を中心に政治が広げられていってしまってたんですけども、この時代も1600年、いわゆる江戸時代の初期に入ってますので、戦争がもうない時代ですよね。平和な時代になってますので、戦うっていうところの考え方から祭りごとをですね、この平和の世界のところも政治に切り替えていくっていう、この転換を推進した人っていう人が、まあ、星名正幸っていう形ですね。今ちょっと別名江戸初期の三名君っていうお話はしましたけど、で、出身がですね、まあ、一応江戸と信濃って書かせていただきまして、生まれは江戸なんですけど、まあ、すぐにですね信濃の方に移ってるっていう形で、これなんでかっていうのを後でお話しします。で、時代で言うと1611年から1673年、江戸時代の初期という形になりますね。で、まあ、関ヶ原の戦いっていうのが1600年戦国時代に起きまして、まあ、最終的に1615年に、大坂の陣っていうのがありまして、それで豊臣家が滅びているので、まあ、それが最後かなっていう形です。なんで星名正幸4歳の時にもう戦国時代最後の戦争と言われてる、大阪の時が終わってますので、本当に平和な時期っていう感じですね。で、趣味囲碁がすごい好きだったらしいですね。で、特技改革、今日はその改革の部分を中心に喋っていきます。で、実はですね、この娯楽院っていうことですね、生まれがちょっと若干不幸な部分がありまして、徳川の二代将軍の徳川秀忠っていう人がいます。まあ、家康が初代なんでその人の子供ってことですよね。で、秀忠って子供いっぱい産んでるんですけど、星名正幸四男として生まれまして、で、このね、秀忠の乳母の妻女っていうことで、まあ、いわゆる手つけちゃいけないところに手つけてしまった子供っていうことで、娯楽院っていうことなんですよね。で、この時代の出産はですね、ちゃんと将軍家の息子っていう形で認められるためにはですね、まあ、やっぱりどこかの家の養女とか、まあ、正式な手続き、ここのちゃんと家の人ですよっていう、そういう血筋がないとですね、なかなか出自として認められないっていう時代がありまして、で、プラス正室、まあ、この時の正室ってお江っていうですね、織田信長の妹のお市が産んだ女の子3人いるんですけど、そこの末っ子の女の子が嫁なんですよね。で、そこの正室がいいですよっていう許可がないと、ちゃんとした将軍家の息子として認められないんですね。で、特に娯楽院の場合は江戸城で産むっていうことも禁止されてたので、外で産んでっていう形になります。で、生まれた後もう本当にですね、将軍家にほとんど隠された状態で、武田信玄の次女っていうですね、検証員っていう方がいたんですけど、その人に預けられまして、信濃で育ったっていう流れがあります。かわいそうですよね、本当に将軍の子供なのに全く認められない状態からスタートっていう形です。で、高遠藩っていうところがあるんですけど、ちょっとごめんなさい、地図見にくいかもしれませんが、この信濃のですね、若干南の方に高遠っていう場所がありまして、ここに星名っていう、まあ、星名って武田信玄にずっと仕えてた人なんですけど、この星名家っていうところで育つことになります。で、この検証院の縁でですね、この旧武田家臣の信濃国高遠藩主の星名正光っていう人に預かることになりまして、まあ、養子に入ったっていうことですね。で、この星名正光さんですね、まあ、自分の子供がいなくて養子が2人ぐらいいたんですけど、やっぱこの星名正幸の器量が素晴らしく良かったので、正幸が後継者として指名されることになります。この時7歳ですね。で、このですね、星名正光さん、この後お亡くなりになっちゃうんですけども、もう遺言でですね、頼むから将軍秀忠さん、息子にちゃんと会ってあげてくださいと遺言を残しているそうです。でですね、お兄ちゃん三代将軍の徳川家光っていう方がいるんですけども、この家光もですね、実に自分に弟がいるなんてことは全く知らされておりませんでした。で、たまたま知ってしまったっていうエピソードがありまして、今の目黒って辺って結構徳川の将軍家の鷹狩りの場所になってた場所なんですけど、この目黒の成就院っていう場所ですね、住職さんがですね、家光が鷹狩りでお忍び来た時にちょっと質問をしたんですね。客殿に立派な絵が描かれているが、これ誰の援助ですかと。まあ、すごい立派な絵だったんでしょうね。どういう絵なんですかって言ったら、これが星名様の母上の援助ですと。この将軍家の弟、まあ、要はさっきの星名正幸の話がそのまま出てしまいまして、わずかな領地で貧しい暮らしをしていると。さっきの高遠藩って3万石しかないんですよ。すごいちっちゃいところなんですよね。で、兄弟仲良くするのが人の習いであるとのあるのにもかかわらず、身分の高い人は情けがないものですねっていうことを言ってしまいまして、ここで家光がですね、あ、弟いたんだっていうことがわかるわけですね。
で、家光がこれを後で感謝しまして成就費にお寺を寄付しているという、ここで大きくなってるんですよね。というわけでですね、家光は弟がいるということが分かったので会うことになります。で、初めて会ったですね正行がとても謙虚で誠実だったので、もう家光が本当に聞きに行ってしまいまして、めちゃくちゃ可愛かったそうです。で、家光ってやっぱ将軍の立場なので、まあどうしてもね、こう大老とか偉い人たちと政治を担うっていう会話をしていく中で、まあ身近で相談役が欲しかったのかなっていうところがあって、この弟とても可愛がったそうです。で、どれぐらい可愛がったかっていうと、ちょっとここ一つあれなんですけど、江戸城の桜田門外に上屋敷、まあ自分の屋敷あたりですね、この上屋敷って将軍家の家族しか住めないような場所なんですよ。なんで家光からしたら完全に将軍の親族ですよってもう認めたようなもんなんですよね。で、自分で茶を、江戸城に招いて茶を立てて振る舞うぐらい可愛がってたっていうことです。で、この高遠藩を引き継ぐんですけども、3万石からですね、この山形藩20万石っていうところの領主まで急にランクがアップします。ちなみに山形藩って何があったかっていうとですね、最上義明さんっていう、まあ、戦国時代というととっても強いですね、伊達政宗のお母さんのお兄ちゃんがですね、戦国時代終わった後に50何万石ってとっても大きいですね領地持ってたんですけど、まあ、江戸時代初期ってすごいこれが起きてるんですけど、お家騒動でほとんど改易になってるんですよね皆さん。で、山形藩というところはもう完全に改易になってしまいまして、で、土地が空いた後にですね入った人がまたいろいろやらかして一揆が起きたりとかしてたんで、あ、じゃあ星野正幸ね、名君だから入れましょうっていうことで山形藩に入っていきます。山形、ここですね、まあ、まあ山形県今の部分です。この時に高遠の領民の間でですね、どうして今の高遠でやっていけよ、早く正幸様の山形へ移りたいと、要は星名正幸が山形藩主に、ね、移ってしまうよって言われた時に、領民がしんどいという形で、ここで3000人ぐらいの人たちがですね移民してしまっているという、まあ、それぐらい好かれてる領主だったってことなんですよね。で、とうとう会津藩主になります。まあ、山形もある程度自分の政治をした後にですね、さらに3万石増えまして、会津藩23万石の領主となります。会津は皆さん知ってる通り福島県のこの辺ですね。で、会津もですね、本当にバタバタいろんなことが戦国時代からありまして、まあ有名なところで言うと、上杉謙信の甥っ子のですね、上杉景勝さんっていう人、まあこの人が、江戸時代の前ですね、関ヶ原の戦い直前までですね、会津120万石でとんでもない土地持ってたんですけど、まあ、関ヶ原で西軍についてしまったことで30万石まで減らされてしまいまして、この会津が空いてるって状態になります。で、その後にも何人か大名入ってるんですけど、最終的に星名正幸が初代藩主として、そこからはずっ と、この星名家の 松平家っていうことで幕末まで続くっていうことですね。で、この後ですね、徳川家光が死んでしまうんですけども、結構若いんですよね、40いくつでお亡くなりになってます。で、遺言を残すっていう流れを作んなきゃいけないんですけど、大老が来て時ってずっと横になって喋ってたんですって。でも星名正幸が来た時だけもうすっごい頑張って起き上がって、徳川宗家を頼むぞっていうことで遺言したと。で、正幸がこれに感銘を受けて、もう俺にだけこれ言ってくれてるみたいな状況ですよね。なんでここで会津家訓15か条っていうのを定めたっていう。で、これ何かっていうと、簡単に言うと、もう徳川家を守る藩、絶対に日本なんて起こしてはいけないって、まあ、簡単に言うとそうなんですけど、で、これがずっと引き続き行って幕末のね悲劇に行くっていう形なんですよね。じゃあ星野正幸何したかっていうところですね。前世一、この文治政治での転換っていうところです。で、まず1個目ですね、この末子養子の緩和っていう、ちょっと難しい字なんですけど、これ何かっていうとですね、当主が男の子が生まれなかった状態なんですけど、急に病気にかかったりとかすると、自分の血筋残さなきゃいけないんで、養子でも何でも迎えて、なんとか嫡男を作るわけですよね。で、お家の存続をなんとか作ろうとするんですけど、それでも実施じゃないんでダメですよ、江戸幕府はそういうの認めませんよっていうのをやってまして、なんで子供生まれなかったとこってそれで改易になっちゃってたんですよ。全部没収です。そうするとそこの家臣の人たちどうなるかっていうと、みんな浪人になっちゃうんですよね、ホームレスです。で、それするとどうしても治安が悪くなるっていう部分もあって、これは良くないっていうことで、これ星野正幸がこれは緩和しようって言ったっていうところですね。これもともと何でやってたかっていうと、戦国時代のさっきの武断政治っていう部分で言うとですね、そういう風にどんどん改易させてった方が徳川将軍家としての権威が強くなるっていう部分と、まあ要は謀反を起こされないんで、どんどん改易してくれた方が全然構わなかったっていうところがあったんですよね。なんですけども、平和の時代になるので治安をむしろ良くしなきゃいけないっていうことで、この緩和っていうのを話をし始めたのが正幸ですね。あとこちらです、殉死の禁止。戦国時代本当にありまして、ものすごく尊敬してる君主に仕えるとですね、君主が死んだ時に共に死んでしまうっていうのがやっぱありまして、でこれも良くないと、命を大事にしなきゃいけないよってことで、この殉死の禁止を一個つ決めます。で、もう一つこれですね、人質制度の廃止。
大阪に住んでる大名が徳川家に仕えてるってなると、自分の家族を人質として江戸に住まわせなきゃいけなかったんですね。家族が一緒に過ごすってほとんどできなかったんですけど、これもやめようってことでこれを廃止に向かわせました。なんで人質を迎えるかっていうと、謀反を起こされた時にこっちが人質持ってるよっていう状況にできたからこれをやってたんですけど、もう必要ないでしょうと、平和な時代になってくんでこういうのは全部廃止しましょうっていうことでこれを転換してったんですよね。ちなみに今さらっと言いましたけど、これを改革起こすのって結構大変なことで、やっぱり周りから大反対は起きたそうです。でもその中でもそこはもう断じてこれはやんなきゃいけないってことで断行したっていうこの改革なんですよね。で、前線に玉川上水、これ玉川上水ってとんでもない距離の、水を引いてるっていう大工事をしたんですよね。でこれやろうって言ったのが、もちろんこれが また星山政権が言い出したんですけど、江戸時代もとにかく平和な時代になって人が急激に増え出したんですよね。でそうなると水が足りないと、で水不足になったんでもうこれは引かなきゃいけないっていうことを話したんですけど、でこれもやっぱり幕政から大反対くらいまして、なんでかっていうと、その江戸の中枢に攻められたら絶対良くないっていうことで、実は橋とかも全然かけてなかったんですね、この時代って。なんでこう水路を引いてしまうことにより、水路を扱って敵が攻めてきちゃうんじゃないかっていうのをすごい言われるんですよ。なんですけど、これもいや違うんだと、もう平和な時代になった、そんなことはないので、むしろこの民政のことを思わなきゃいけないということで、これも断行して玉川上水の工事をし始めます。そうですね、民草の生活を思いやってこそ為政者なりと、まあ、最近は全員反論しまして玉川上水を引くことになります。これすごいんですよね、この羽村っていうところから今の四ツ谷ですよね、43キロで標高差92メートルしかなかったんで、1メートルあたり2ミリしか高さを作れないっていう結構な技術で作ったそうです。これは43キロずっと水が走ってくるわけですからね。前世さん、まあこれが有名ですよね、明暦の大火。これどういう火事だったかって言ってですね、この1657年にですね、江戸時代最大規模の火事が起きました。これちなみに日本の火事の規模で言っても、関東大震災と東京大空襲を抜くとこれが一番ひどかったっていうぐらいの火事だったそうです。江戸市街の6割が燃え、約10万人の死者を出すというですね、未曽有の大災害だったと。でこの時代って、まあ、いわゆる消防団みたいな人いるんですけど、江戸時代ってこう水を使って消すっていうことはしないんですよね。で何したかっていうと、燃えた家の横を壊すと、そしてそうすることによって燃え移らないようにしてたっていうことをしてたんですけど、もう全く間に合わないぐらい火が回ってたって感じなんですよね。でさっき言いました、橋がほとんどかかってなかったんですね。なんでかっていうと、その橋がかかってることによって敵に攻められてしまうっていう時代だったので、この千住大橋しかなかったんです。でもうなんで江戸の中で燃えてる人たちが逃げようとした時にも間に合わなくて焼け死んでしまったり、まあ、川に落ちて溺死者がすごく多く出たっていうことで、こう10万人っていう死者が出ちゃったんですよね。田原町っていう駅の周り、仏壇めちゃくちゃ通りが、仏壇屋さんいっぱいあるんですけど、この時にこう寺院をここの辺に一箇所に集めたんだそうです、火事が起きた時に。でそれに伴ってそういう神仏屋さんがいっぱいできたことで、今のあそこの専門店街ができたっていう歴史があるそうです。でこの時のですね、星名正幸の対応っていうのがもう素晴らしいって、君主だって言われる部分が一つなんですけど、まずこれですね、江戸幕府の貯蓄を放出と、まあ要は江戸幕府が、まあ、お金をたんまり貯め込んでたわけですよね。もうこれ今使わなくていくつ使うんだと、これも幕政から大反対食らうんですよ。いやいやまだですって言ったんですけど、貯めてても使わなくてしょうがないでしょっていうことで、これも一気に放出して、まあ要はその火事が起きたところの修復にお金をガンガン使っていきます。でこれですね、主要の道の道幅を広げて両国橋を新設。でさっき言ったように火事が起きた時にもうなんでそんなに被害が出たかっていうと、まず道幅が狭すぎて火がほんと燃え移ってしまったっていう部分と、さっき言ったその橋がなかったことによって溺死者が出て火事で逃げ切れるのは間に合わなかった人もいっぱいいたので、これは直さなきゃいけないねっていうことで、橋も、両国橋でもう一個ぐらい作ってたかな、橋を作りまして、で道幅も広げるっていう、これも大工事ですよね。でこれです、この時に江戸城っていう部分の天守燃えちゃってるんですよね。じゃあこれはもちろん再建しなきゃいけないと、まあ権威の象徴なんですよ、この時代のお城の天守っていうのが。でこれはもちろん作り直さなきゃいけないよねって話になって、お金どうするみたいな話出るんですけど、もう星名正幸が断固反対するわけですね。でもなんでかっていうと、戦国時代も天守を作ったのって織田信長なんですよね。であれは本当に権威の象徴として作ってるんであって、攻められた時にどうこうって話では全くないんですよ。でプラスこの時代っていうのはもう戦争がなくなっていると、これから平和な時代になるのであれば天守なんていらないでしょっていうことで天守を作らなかったんですよね。なんで今皇居行くと分かるんですけど、石があって上に何もないっていう、天守が何もない状態にそのままなってます。日本初の年金制度を作ったりですね、これはちなみに会津藩の方で行ってるんですけど、星名正幸って会津藩主ではあるんですけど、ほとんど江戸にいまして、
いわゆる国全体を見ながら合図っていう部分も見てたっていう、結構器用なことやってる人なんですよね。でざっくりまず低税率、税金を下げましょう、親孝行者の表彰制度、これ面白いですよね。で残酷な刑罰、この時ってやっぱ死刑の殺し方がまだまだ牛で足裂いたりとかって全然残ってたんですけど、こういうのも全部撤廃しましょうと。で余剰米の貯蔵による基金対策、要はちゃんと貯金していきましょうねっていうのを会津藩でやってったわけですね。でこれがそうですね、この90歳以上の老人に一定の量の米を与えるという、こんなことした人絶対いなかったんですよね、この時代。でいわゆるこれが、日本初の年金制度って呼ばれる部分になっていきます。でもこの時代の90歳以上の人って、90歳1600だから、思いっきり戦国時代戦った人たちなんですよね。なんでやっぱそういう人たちに感謝しなきゃいけないだろうなっていう部分が絶対あったんだとは思います。でこういう数々のですね改革を起こした後に星田山朝之はお亡くなりになりまして、で神道を学んでたんで神式で葬られたっていうことで、亡くなったお墓がですね福島県の猪苗代の方にあるそうです。ここの神社じゃなくてですね、会津の方に会津松平家のと歴代の当主のお墓があるんですけども、やっぱそこも神式になってるそうですね。で星名ってもともと養子に入ってたところの星名っていう名字からずっと言ってるんで星名正幸さんっていうんですけど、でもちろんこれだけね素晴らしいことしてくれてるんで江戸幕府から松平姓名乗っていいですよと許可されたんですけど、星名正幸からしたらもう養父星名正光の恩義があると、なんでもう松平は別に僕は名乗らなくていいですよっていうことで一生星名姓を名乗り続けたっていうところですね。で幕末どうなってたかっていうとですね、この会津藩九大藩主松平容保っていう人がもう最後の最後まで江戸幕府側について戦い続けたんですよね。でこれさっきの言った星名正幸が作った会津十加城の話で、どんなことがあろうとも徳川家の忠義を尽くすとっていう守り抜いたっていうことですよね。幕末の話、ちょっとざっくり言うとですね、いわゆる江戸幕府をもう倒そうって言って、明治維新軍って言ってですね、長州薩摩が中心に戦って、江戸幕府最後滅ぼされてしまうんですけども、最後の最後まで戦った会津藩、これ有名なのが悲劇の白虎隊のお話ですよね。でこれはやっぱりこの星名正幸のこの教えがあったがためにですね、松平容保が本当に最後まで忠義を尽くしたっていうお話でした。現在の会津ですね、自分も会津の友達何人かいるんですけど、これ絶対言えるんですよね。皆さんね、小学校で習ってるのか分かんないんですけど、大河ドラマでやってましたけど、やってはならぬ、やらねばならぬ、ならぬことはならぬものですと。これも会津藩の伝統的なですね規範意識ということですね。でちなみにこの会津っ子宣言自体はまだ作って20年ぐらいらしいんですけど、会津に育つ全ての子供にこういう子供に育ってほしいということで作ったものだそうです。じゃあ最後まとめですね、政治は利害をもって道理をまぐべからず、戦議は私意を挟み人間を、塞ぐべからず、思うところを増せず持ってこれを争うべしと。これ星名正幸が言ってる名言なんですけど、どういう意味かっていうと、他人の意見をちゃんと聞きなさいと、そして腹を割ってちゃんと話し合いなさいと、私利私欲で決めてはいけませんよ物事はっていうことを言ってます。政治の世界だとどうしてもですね、経営の方も出るところは出ると思うんですけど、この私利私欲でですね言って発言をしてしまう人が多いと。トップダウン型の、経営者とかだと、自分の話わーって言って会議終わっちゃうみたいなタイプも多いんですけど、やっぱり皆さんでちゃんと意見を出し合って腹を割って喋れないと何にも意味がないよっていうことをすごく言ってますよね。で星名正幸は本当に改革は本当にいろいろ断行はしてるんですけど、もちろんみんなで話し合った中で一番いい部分っていうのを持ってきてますし、断行って言っても無理やり持ててるわけではないので、意見を聞きながら一番いいっていうものを持ってってる状態ですよね。ここは本当に経営でも大事になっていくんじゃないかなと個人的にも思っております。